君の見ている世界はどんな色をしているの？同じように見たいの。まるで不思議なお話みたい。どこかで誰かが話しているのかもね。ことや悲しいことがたくさんね、忘れられない思い出もたくさん集めたんだね。そんな時には誰かがきっと君のことをそっと包んでいたんだよ。だから一人じゃないよ。見ている世界はどんな